さん、どうもこんにちは。みなこファミリー TV のみなこです。ひららです。スピーです。レントです。せーの、イエーイ。はーい、今日はですね、ちょっとパパがさ、おちびちゃんたちとお家でね、お留守番してくれてる間に、私たちちょっとお買い物だとかね、ちゃちゃっとやっちゃおうってことだったんだけど、まあお腹も空いたし、全然来れてなかった。ここ何年かは行ってないけど、愛知県にもあったのよ、道頓堀さん。で、愛知県の時はちょこちょこ行ってたの。私お好み焼き大好きで結構行ってたんだけど、でももうほんとここ何年も行ってなくて、すごい久しぶりに来ました。おちびちゃんたちいるとさ、ちょっと鉄板だとかさ危ないから避けてきたんだけど、今ね、なんか上の子たちだけだから、で、大好きなお好み焼きを食べに行きたいなと思って道頓堀さんに来ました。もう久しぶりの道頓堀さん、楽しみの一方です。道頓堀といったらこのタヌキだよね。ママがよ。いや、ママじゃないから。ママよ。これはちょっと男の子だからママじゃない。そうだよね。ママは女の子で、このくらいのサイズで。なんだと、なんだと。鉄板銀の口の方まで大きくなっておりますので、ご注意ください。こちらのお決まりになりました。奥までお願いいたします。何人のあれ、え、よし、何種類見てもんじゃきあり、もんじゃ食べたい、食べたい。もんじゃがいいか、お好み焼きがいいか、焼きそばがいいか。もんじゃ、もち明太子チーズもんじゃ、キムチ豚もんじゃ、もち明太チーズもんじゃと、あとはキムチ豚、うん、キムチ豚、キムチ豚めっちゃ美味しそう。お好みソウル頼みたいな。いいね。で、もんじゃのもちチーズとキムチ豚もんじゃ、うんうん、あとはもちチーズ、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 もちソウルはイカキムチ美味しそう。イカキムチでしょ。なんか一緒の顔がいい。それだけ。ドリンクバーが5個、もんじゃのもち明太チーズもんじゃ、はい、ありがとうございます。キムチ豚もんじゃと、焼きそばのイカキムチ焼きそばと、お好み焼きのソウルと、もち明太チーズだから、もち明太チーズもんじゃ2で、2で、ありがとうございます。海藻サラダってこれ大きいのもありますか。あ、ございます。普通のグランドメニューの。じゃあそれ一つ。一つ。ドレッシングが和風ごまと、あと黒酢ごまあるんですけど。和風ごま。和風ごま。和風で。はい、はい、ありがとうございます。以上でよろしいですか。はい、以上でお願いします。はい、ありがとうございます。失礼いたします。すみません、失礼いたします。こちら、もち明太子チーズのお好み焼きと、もんじゃ焼きが2つ。はい。キムチ豚。これはなんか、どうやって作るとかありますか。お好み焼きの方は、これを卵を最初潰して、はい、でぐちゃぐちゃに混ぜていただいて、鉄板の上に油を敷いていただいて、5分、5分、5分で、あ、5分、5分、5分で、食べていただきます。はい、もんじゃ焼きは、最初に油を敷いてから汁を残した状態で具だけを入れて、で、それで具をぐちゃぐちゃにします。で、その後に土手って言って、なんかわかりますか。あ、わかります。こういうやつですね。真ん中が穴開いてるように、はい、作っていただいて、汁を混ぜて、その中に3回に分けて入れてください。なるほど、わかりました。はい、すみません。ありがとうございます。大根海藻サラダ、レギュラーサイズの和風ごまですね。はい。すみません、ありがとうございます。見たい、見たい、見たい、見たでしょ。どうぞどうぞ見て。
ドレッシング美味しいね。
371円ですね。ごちそうさまでした。またお願いします。というわけで皆さんごちそうさまでした。よかった。なんか久しぶりにお好み焼きともんじゃ食べに来たね。うん、美味しかった。それでは皆さん、またねー。